油圧機器メーカーの KYB などが、地震の揺れを抑える免震・精神装置の検査データを改ざんしていた問題で、静岡市の上下水道局調査について、装置の一部が改ざんの恐れがあると報告されました。静岡市葵区の上下水道局調査では、精神用のオイルダンパー224機が改ざんされた製品と同じ型でした。 静岡市によりますと、去年10月の報告では全て改ざんなしとされていましたが、今月18日の新たな報告では67件について改ざんの恐れがあると変更されていました。外部調査の結果、記録などから改ざんがなかったとは証明できないことが分かったためです。今後、KYB が第三者機関による安全性の検証を実施し、 震度7程度の地震に耐えられるのか調べ、静岡市に報告する方針です。